離5日目ですか、28、29、30、1、2、3。イギリス、ロンドンについて隔離5日が経過しました。早ければ今日か明日には外出することができるようになりますね。10日間もし外出できないってなったらなかなか厳しいですね。5日でも結構きついなと思いましたけど、隔離のギリギリまでは結構ハードにエジプトでも旅のスケジュールを詰め込んで、あの隔離期間中は本当にこう静養に当てようかなと思ってましたけど、思った以上に退屈ですね。外、まあこうやってバルコニーがあるからまだいいですけど、外に出て運動できない、散歩ができないっていうのはなかなかきついもんがありますね。私の人生の中でもこれは初めてかな。コロナ禍ならではの経験だとは思うんですけどね。隔離というのは思った以上にきついものがあるなというのがありますね。ホテルの中だけでの生活ですから思った以上に大変ですね。隔離ライフだからいろんなお茶とかコーヒーとかね、部屋でちょっと楽しんだりとか、こうバルコニーで空気を吸ったりとか、まあ、そういうことしかできないですし、あとは映画を見たりとか。イギリスの場合はこのように隔離期間を経なければいけないので、入国する方はそれ相応のふさわしい準備をすることをお勧めします。おはようございます。衝撃、驚きですよ。なんかね、カサカサするなと思ったら部屋に鳥が入ってる。これマジでどうしよう。なんでいるの？これ参ったね。まず、まあ、窓を開いて、なんとかしなきゃな。暴れられても困るな。マジで。どうしよう。違う。バカこっち戻ってくるな。いけ食べないの？わ。違う。参ったね。違う。参った。飛べ。いけ。ヒナなんだまだ。
ひななんじゃない？え？これ何の鳥？違う。バカ。あ、ひななんだ。あ、そう。ひなが落ちてきたの。これ参ったね。でも一回外出てくれ。ああ参ったな。何の鳥なんだこれ。ひなだね。いけ、うえ。そう、いけ。外出て。頑張れ。ひなだね。ひななんだ。これは参りましたね。まだ飛べないひななんだ、こんなでかいのに。しかし参ったね。いやー、マジでこれなんとかならんのかね。いやー、参ったなー。かといってちょっと同居はできんよ。これ不思議なことがあるね。こんなことある？きついわー。いや、これは手で掴んで出さないといけない流れか。きついなぁ、マジで。野鳥をつかむのか。きついわぁ。マジでどうしようなぁ。なんかタオルとかくるんでやるしかないね。ちょっとね。あ、おとなしい。あ、よかった。よかった。あ、おとなしく行ってくれた。よかった。あ、よかったわ。おとなしく行ってくれたわ。いや、ひとまずね、外に出すのは成功しましたけど、いや、暴れなくてよかったですよ。まだね、可愛いヒナ、もう何の抵抗もなくね、外に出すことができましたけど、このあとね、死んじゃうんじゃないかな。飛べないしね。いやー、本当にちょっとベランダで死なれても困るけどな。まだしばらくホテルいるんでね。いやー、本当に。